あとこの間三笘がうちの番組で言ってたやつは面白かったですね。和田さんのさ動画、走りの学校の和田さんが反発ステップっていうのを教えてくれたじゃん。反発ステップって何かっていうと、地面蹴る力でスピードを出すっていう、このカットインの時にこの左サイドでこう三笘とかやる、このままふわーって持ってくんじゃなくて、軸足側に置いて、ここでこうガッて踏み込んで持ってって、その時にこっちの足をちゃんと体の軸の下についてるからがこう走り出せるっていう。で、その時に足にボールついてくるイメージ。これのグッと踏み込んで、こっちも踏み込んで、一気に持ってくっていう。これをね、三笘以外はあんまできてないのは、普通の選手は、ちょっとこの前目にボールを置いて、こういっちゃうんですよ。だからこのストライド狭いでしょ。三笘とかネイマールとかは、後ろに置いて、後ろにボールを置くと相手カットインやったから、ここに来るでしょ。前目に置くとここに来ちゃうじゃん。だから縦行った時の抜き切る幅がないんですよ。でも、三笘とかネイマールとかは、後ろに置いて相手をここにいる状態でから反発使ってこういくから結果一緒にグンっていけるみたいな。わかりやすい。うん、ありがとう。っていうののプラス、これに三笘はもう一個教えてくれたというか、こっから今反発ステップで用意どんだと、踏み込みますグンっていくでしょ。これの時にインサイドで蹴っちゃう。踏み込みますインサイドでこういった時ってさ、ここの足がこう出るじゃん。で、極端に言うと走る時ってさ、こう走る人とこのガニ股で走る人とちゃんとまっすぐ走る人ってさ、こっちの方が速いでしょ。だから三笘が言ってたのはアウトサイドで触ると。だから踏み込みますインサイドで行くとガニ股でついちゃうんだけど、踏み込みますでこう行く時に、ここでアウトサイドで踏み込みますアウトサイドでボール持っていくと、結果普通に走ってるのと同じ足の軌道なの。だから速くなる。ここまでちゃんと考えてる三笘すごいし、すごい納得しない？そうだ、後出しじゃんけんだし、そこにもう一工夫、ちゃんとアウトサイドで触るから足がこうなんないでこうなるんだよ。高校の人なら絶対こっちの方が早いじゃん。そう。だから、和田さんが教えてくれたことに、もう一個、三笘のそのアウトサイドのやつで、で、なおかつ三笘の場合は最短距離。相手よりも遠いところよりも近いところの方が、抜いた時にゴールに近くなって前に入れるから。だから、ナーゲルスマンの戦術の最小限の幅とちょっと似てるんですよ。広いところでさ、まあ、こっちに青攻めてるとしてさ、相手4バックで、こうウィング幅取るときに、ここで受けてもこう仕掛けたときにさ、このラグでこっちの選手たちは守備整うじゃん。だけど、これで、もらうときに近すぎると相手に取られちゃうけど、最小限の幅だと、もらったときに結局仕掛けた後の状態と一緒だから、中の選手が整わなくてゴール決めやすい。それと一緒で、三笘のドリブルも、相手と最小限の距離のところで抜きに行くと、結果、抜いたときに、広いところで抜くと、次の一手で寄せれるけど、最小限の近さで抜いてるから、結果、前に入りやすいっていうね。いやー、なんか疲れましたね。でもこういうなんか、昔だと戦術のことしか話さないよ。こういうのも話せるようになって楽しいです。